こんにちは、まーです、グラ様やっていきたいと思います。久々のグラ様動画になってしまってすいません、出遅れたんですけども、こちら超英雄祭きらめきということでですね、カテミラちゃんが覚醒したのと新ユニットのラキ、この間もね、なんか親戚みたいなキャラ出ましたよね。名前忘れましたけど、強いのかとか全然わかんないんですけど、とりあえずカテミラちゃんはすごい可愛くなりましたね。ネリム、ニース、ボーゲンも出るんだ。今回全部持ってないキャラですね、私は。で 4% はい、ということで強さはちょっと分かってないんですけども、この初回の星5進化確定を引いていきたいかなと思っています。あれ、ネリムって持ってたっけ。いや、持ってなかった気がするんだけど、いきますか。はいはい、タッチを虹にならなかった。タッチ虹はね、結構熱いと思ってるんですよね、個人的には。うわー、最後だけだ、最後だけだ、これはまずい。いやー、まずいなー。結構ゆっくりですね、開くのが。うわマジ、ここに来て足とと持ってるしさ、マジで足とと先輩ですか、マジ。あー、やばい、オーバーだって。はい、マジかよ、これがっかりすぎない。最近ね、全然当たんない。何と交換？あ、虹玉と交換は嬉しい。ワンパンマンは22日までね。OK。はい。ということで、アシトと先輩でした。なんか最近は、うわーっていうガチャがないですね。しょうがないよね。そんなあったらね、ダメだよね。皆さんはカテミラ持ってる方は覚醒したでしょうか。このガチャ引いた方はどうでしたでしょうか。よければチャンネル登録とツイッターのフォローお願いします。ご視聴ありがとうございました。